ここ大丈夫。あ、ロベカルの後ろにいると風来ない。来てない。うん、なんか弱い気がする。風をも防ぐ男だな。すげえ、うん、上、ボックスボディ下の方がやっぱ食らってない波。今回ってる、これ回ってる回ってる回ってんの。風来てない。まあ、要は、まあ、風が強い時はいいんでしょうがねえから、いつもより声でかく喋って、声張って。温床だから。ウィスパーウィスパーウィスパー、大橋がいるぞ。温床だから、そっちからの声が聞こえるから。あ、なるほどね。そうそうそう、ってことです。これでも聞こえてるよ。そうだから、波上がってるから、見て見て。しかも今日ブルーパンツあんまり、あんま見ないでしょ。いいね。うっせえ。そう、ブルーパンツこれいいじゃん、いいじゃん。一緒一緒。いいね。ブルーの俺も見てよ。うん、いいじゃんいいじゃん、ブルーな気持ち、ブルーな気持ち、パンパン、ブルーな気持ち、パンパン、うんち漏らした時パンパン、ブルーな気持ち、パンパン。はい、カイト。こういうの全くやんないから。うんち漏らしたの。ああ、大志くん、オッケー。うんち漏らしたらブルーな気持ちなんだろ、一応。小田くんはブルーな気持ちなんないでしょ。ブルーな気持ち、バーンバーン。うんち漏らしただけ。それしかない。え、それの一本柱。ああ、そうだよ。いいじゃん、いいじゃん。集中していこうや。練習だから、小田くん。これ、もう勝敗の結果出てるから、今。あ、もう結果出てるんだ。もうこの間流れ出てきよ。さあ、早くて。また一ボケしてすいません。やばいじゃん。ってことはなんないから。予言じゃん。なんないから。今週試合だから。そっちろよ。これはもう、あの、こうだけ肩だけ裏、そう、裏側だから、これ。裏側だよ。試合の前、こんな練習をしてました。だから勝てましたっていう裏側だから。間違いない。やばい、これ。今、これやってたから勝ったんだろ。え、これ塩揚げ揚げ塩揚げ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 。塩揚げ揚げ揚げか。ここまでくるくるくる、来ない来ない。あ、来ない来ない。だから、じゃあこれ何分とかじゃなくていいっすね。もう、いや、俺がもうドリッパじゃなくていいっしょ。ドリッパじゃなくていい、普通に、あ、教え込む。全然ダメだったから、あの、バックサイド行けよ。あとは全然ダメだったから見とけよ。あ、携帯もらってきます。どっちあっちっすか。ブルーって、ブルーって言ったら、うちの人たちが、違う、俺あっち行ってるよ。前提して前提して前提して、トレーニングだよ。
てるよ。ノブくんは首が痛くて、とりあえず、もう1ヶ月ぐらい痛いでしょ。でも一番ビッグスウェルの時行くって言ってた。1ヶ月半ぐらい経ってるでしょ、ね、1ヶ月ぐらい経ったんじゃない。でも今回の一番ビッグスウェルで行くって言ってた。あ、ビッグスウェルで行くって、うん、一番でかい時に行ったでしょ。首も一緒に、ね、ドルフィンしたくないって言ってた。いやもうね、どうだろう、首が行っちゃってる。頭も行っちゃってるのに首も行っちゃってるから、もうダメだ。じゃあこれもし、うん、勝敗の後だから、うん、もしね、うん、あんま言いたくないけど、うん、仮に一コケした場合、うん、してた場合、うん、これはもう書いてくる。どんな感じですか。したらもう一コケ日曜日するとするじゃん。で、ちなみにキャリーオーバーだから今年。キャリーオーバーだから、まあ、2回トリップっていうのはちょっと結構苦しいじゃん。苦しい。もう行かなかったら俺らも悪かったし、はい、だからもう軽井沢すぐ行ってそのままゴルフで、その日一泊二日、一泊二日の分もうこうだけど。そうだったらもうキャリーオーバーも何クソももうチャラよって。もチャラ最高ですね。じゃあ、3人でノブできないからゴルフ、ね、3人で行ってシャチワークね。シャチワークね。3人で並んで、だいぶゲトだね。寒い。ほらノブもが行けないからさ、1人分浮くじゃん。あ、そうだね。あ、いいじゃん。でもシャチワークね。で、ほらこれ何だっけ、軽井沢のさ、東西北とかあるところの、どれ高いとこ行こう、高いとこ行こう。どんぐらいすんだろうね、実際3万ぐらい。いやいや、もっとする、もっとするよ。軽井沢高いとこでしょ。いや、1人6万、5、6万するから、普通に。この時期だったら7、8万するよ、1人。ちょうどいいじゃん。何がちょうどいいんだよ。何がちょうどいいんだよ。行ってみたいな、そんなコース。行ってみたい。そんな、行ってみたい。そんなね、もうね、7、8万もするようなところ、てめえらみたいなクソみたいな男と一緒には行かねえ。女性としか行かねえ。そんな沖縄行ったらさ、往復6万ぐらいするじゃん。で、宿は俺もここがいいっていうのあるから。俺もある。いいんだよ、お前調べんだよ。負けてねえんだよ。野菜が美味しいレストランっていうのは、野菜が美味しいレストランっていうとこの、うん、ホテルもこう神一緒なの。リザちゃんと結婚をこう婚約お願いします、プロポーズした時に行ったお店なんだけど、あ、いいよ、思い出もあるし行きたいなと思って結構いいよ。まだ負けたか分かんないからね。ちょっと負けた仮の話ですよ。の話したかいらねえから。で、優勝した時はだから俺と修士でそこをやっもう払ったけど、こうだけどね。そう、オッケー。いや俺軽井沢じゃなくていい。どこへ。え、だってさ、チャダでしょ。だって実際今なんか俺優しさだよ。出したら僕は俺沖縄がいい。ここだけ優勝したらチャラなんだ。沖縄がいいよ本当は。沖縄でさ、ゴルフやろうよ。あ、いいね。いや暑いじゃん。いや暑いな、沖縄暑くねえから。こっちのが暑いんだって。え、こっちのが暑いから。インドネシアと一緒。そうだ、そう、インドネシアと一緒。じゃあインドネシア行ってさ、ゴルフしろよ。じゃあ軽くしてそれで来る行こうよ。いやそれでもいいよ。それでもいいよとか言ったらおかしな話になるけど、でもさ勝つから ね、とりあえず。じゃあ仮の話です。仮の話。焦んな。ちょっと持ってくるから俺ら。よし。いやー。チューチュー、西の方調べてくれよ。いやね、一つ言っていい。でこの動画流れてること時にはもう結果出てるんだもんね。そう。出てる。俺もね。でも結果出てるけど動画にはなってないかもまだ。あ、だって、あ、そっか。え、なってるでしょ。だって日曜日あっとって木曜日あげるでしょ。来週。うん。勝敗か。じゃあタイム。そのまんまそのシーンあげるでしょ。いやマジで一つ言っていい、ね、君たち一番不安なの俺だからね。マジでダメだよ、大丈夫。去年のトラウマあるからね。やべ。そうだけど、いけるよ。いけるな、確かに。いけるんだよ、なんだかんだいけるから。そのトラウマとか言ったらね、メンタルが、トラウマとか言ったらね、そうだね、いける。あ、そうだね、絶対余裕だよ。コウタ君はやってきたじゃん今まで。当たり前じゃん。コウタ君今日の朝思い出した。何あ、なっちゃダメだよ。あ、なんない。やっぱね、ほら、俺この間フリーマインドってメンタルのやつ受けてきたよ。あ、そうだね、あそこで言ってた。トラウマとかは、キラー窓ってなって、キラー窓、うん、だキラー、あー、キラーの、わかる、死ぬ方の窓ね。あ、で、キラー窓とライト窓っていうのがあって、で、キラー窓を閉じなきゃいけない。あ、で、ライト窓を開かなきゃいけない。だからさっきの思う、そのネガティブな発言、ダメ。じゃ知ってる、知ってる、一言も言ってない。お前らか、どこ行くっけ。ルール5のって負けず前提かなんかに喋って。ドアこじ開けられた。こじ開けられた。どうして、お前じゃこじ開けられたっつか。お前らがこう、ゲシ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 やって。どうした、どうした。
っとドア閉めて、落ち着いて落ち着いて、口のドアちゃんと喧嘩してると思われるから、そんなに慌てちゃうじゃん、落ち着いて落ち着いて、いけるとしか思ってたね、いけるとしか思ってません、当たったねじゃん、そんな勝手に入るとか、中継とかも、ナルトは行くとか、スーパーマン、スーパーマンみたい、アベンジャーズだ、ダダ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 ダ